日曜日、高島 B&G 海洋センターをメイン会場に、琵琶湖トライアスロンと小学生が対象のちびっこチャレンジが行われました。曇り空の中、参加者298名が体力と精神力の限界に挑戦しました。今年で26回目となる琵琶湖トライアスロンは、スイム 600m、バイク 22km、ラン 7km のコース。優勝は京都から参加の青谷大地選手。トライアスロンには10回以上参加しているが、優勝は初めて、とても嬉しい、家族や沿道の声援に励まされたと笑顔で話していました。もう19の時から出てて、多分もう10回目超えてるんですけど、初めて優勝することができました。ありがとうございます。午後からは小学生対象のちびっこチャレンジが行われ、低学年の部に43人、高学年の部に55人が参加しました。保護者からの声援を受け、小さな体で懸命にゴールを目指しました。家族や夫婦で参加する方も多く、それぞれ自分の目標に向かって奮闘していました。あ、僕はできました。私もなんとか、はい、また来年も出たいです。疲れた。何の目標達成。やった。30代男子団の1位、絶景